バイクで九州自分資金っていうのが、またぐ条件っていうのが、一つの県に10日間滞在するか、その県での収支がプラス3万円に。順路としては福岡、熊本、鹿児島、宮崎、大分、佐賀、長崎。リセットの期待値はやっぱ高いんでね、僕は1ゲーム判別して打っていきたいと思います。リセットで恩恵のある機種っていうのがなかなか置いていないと、そういうのを踏まえた上で明日どうするかっていうことなんですけど、もう思い切って鹿児島の方に移動したいと思います。おはようございます。旅打ち企画15日目になりました。時間が今10時過ぎぐらい。今日の予定としては今から鹿児島市に移動したいと思います。時間の余裕がある限り鹿児島市のホール調査をしたいと思います。こっから鹿児島までがね、多分4、5時間原付でかかると思うんで、相当きついと思います。170キロ、170-180キロあるんで、なんでまあ急がずにね、のんびりと事故ないように移動したいと思います。雨の心配は多分ないかな、まあ、ただ風がちょっとね強いんで、そこだけですね気になるのは。本日はほぼ移動になると思いますが、旅打ち企画15日目スタートです。行ってきます。Like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us. I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us. 一旦休憩してます。セブンとガソリンスタンドあったんで一旦休憩してます。まああと3時間ぐらいあるんで、休憩終わったらすぐ出発したいと思います。はい、ということで今時間が4時半ちょうどです。とうとう鹿児島県に来ました。目印がなかったんで、一応目的地を丸藩新港店にして今到着しました。時間がだいたい5時間弱かかって結構きつかったです。まあちょっと休憩してホール調査の方に回りたいと思います。時間の限り、ホール調査したいと思いますんで頑張っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。ということで、マルハン鹿児島新港店さん行ってきました。個人的には使いたいなと思いました。メインどころの絆2、北斗宿命、番長3などはちょっと稼働率物足りなくは感じたんですけど、ガツガツハイエナしてそうな方がいらっしゃらなかったので、多少なりとも拾える可能性はあるかなと感じました。以上です。はい、ということで天外四次郎店見てきました。めちゃくちゃいいです。熊本市内で稼働した後やけんか分からんすけど、がっつりハイナしてそうな、ライバルになりそうな方がいなかったっていうのがやっぱ一番でかいのと、稼働率もめちゃくちゃちょうど良くて、機種構成も良くて非常に立ち回りやすいなと思いました。あとなんといってもコーヒーガールがマジ可愛い。可愛いっていうかギャル。次はね、ガチャポン戦術専門館、そちらに行きたいと思います。じゃあ行ってきます。
ということで、ガチャポン天文館千日展、南日本店、森永天文館店、一気に3店舗を見てきました。森永天文館店さんに行った時に、南国の当日336ゲーム通夜で573ゲームがあったんで、あ、これは現金でも打てるなと思って打ちました。で、投資がね5000円、回収324枚で、換金して換金額が6000円、プラスお菓子、収支は一応プラス1000円ということになりました。はい、ということで、3店舗一気に見て回りましたが、今時間が7時45分ぐらいで、まだ時間はちょっとあるんで、あと何店舗か見に行きたいと思います。はい、ということで、ティーズ大成一番街店とティーズ大成中央駅店一気に見てきました。結論から言うと使わないっすね。単純に機種構成と設置台数、あと稼働率が厳しいかなと思いました。はい、そんな感じです。時間が今8時半なんですけど、時間もちょっとまだ余裕あるんで、じゃあ行ってきます。はい、ということで、ワンダーランド鹿児島新鋭店と臼杵大英グラハン12で、ワンダに関しては大手のホールっていうことで、やっぱお客様の付き方もいいですし、設置台数も非常に多く、まあ避けては通れないかなと思いました。宇津木大英グラハン1と2に関しては非常に厳しい。00の台がさすがに多すぎるかなっていう感じで、多少動いているっていう形跡があれば全然来てもいいんですけど、全く動いてないんで、それはさすがに来る価値はないかなと思いました。もう時間がね9時15分で、もう結構時間遅いんで、急いで見に行きたいと思います。行ってきます。はい、ということで、今南日新鋭店とTMAX 新鋭店見てきました。南日新鋭店に関しては厳しいかなっていう感じですね。まあ1店舗だけで見るのは非常に厳しいかなと思いました。単純に稼働率の少なさとリセット傾向が強めっていうことで、稼働率少ないのにリセット傾向強めだとやっぱ当日打つのが難しい。で、 TMAX 新鋭店、まあ結構大型店舗で、南国育ち、この時間今9時45分ぐらいなんですけど、ジャグラーコーナーとか ATLT 機も多少稼働率あるってことで、まあライバルがどのくらいいるかは分かりませんけど、あとはそこだけだと思うんで、また明日見に行きたいかなと思いました。今日ね結構店舗を見てきましたけど、密集地域、移動距離などを踏まえたら、まあ何店舗かに絞れると思うんで、まあ、とりあえずホール巡りは今日はここまでにしたいと思います。とりあえず今日一日一旦終了したいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日一日の振り返りと明日の予定というのを話そうかと思います。今日がね、熊本市南区から鹿児島市の方へ5時間弱かけて移動しました。で、鹿児島市に着いたのが大体5時前ぐらいかな。とりあえずめっちゃきつかったですね。山道ばっかりでした。で、結局行った店舗が全部で11店舗。稼働したいなと思ったホールは、マルハン鹿児島新港店と天外四次郎店、ワンダーランド鹿児島新鋭店、 TMAX 新鋭店かな、この4店舗は確実に行ってみたいなと思いました。で、明日の動きとしては、新しい地域では据え入れの確認をとりあえずしたいので、まず4つ挙げたメインのホールを先に回ってから、時間があれば今日行った他の店舗の理性性確認をしたいと思います。まあ明日の予定はそんな感じで、明日1店舗、明日3の日なんですが、特定日が3の TMAX 1000店、ここはねちょっと設定気にしながら回りたいと思います。お客さんがどこに流れてるとか、上手な人がどこに座ってるのかとかいうのを把握したいと思います。ということで、旅一企画15日目以上になります。お疲れ様でした。また明日頑張ります。もう寝ます、きついっす。はい、おはようございます。旅打ち企画16日目になりました。今時間が10時半ぐらいで、道に迷ってしまって、遅くなってしまったんですけど、今から早速ね、昨日見に行ったホールの理性性確認をしようかと思ってます。じゃあ本日も一日頑張っていきます。じゃあただいま時間が12時20分ぐらいで、昨日行った店舗の、朝からの理性性確認というのをしてきました。一つずつホールごとに説明していくと、森永天文館店、ここはほぼ据え置きで、絆と宿命に関してはリセットがかかっているのかなという感じで、南日本店はほぼ据え置きと、でガチャポン天文館はほぼリセット、マルハン鹿児島新港店さんはほぼリセット、天外四次郎店は、ランダムリセット、 TMAX 1000店さんは今日が特定日ということで
で、ほぼ満席ぐらいの稼働率だったんで、ちょっと今日は見れませんでした。で、ワンダー鹿児島新鋭店、ほぼ全リセ。朝から稼働率を見た感じだと、稼働したいなと思った店舗は、ワンダーランド鹿児島新鋭店と、天外四次郎店。この2店舗をメインで回りたいなと思いました。なんで、今言った2店舗をメインに、近くのホールを回っていきたいと思います。じゃあ、行ってきます。時間が今5時前ですね。あれから天外四次郎店と丸半鹿児島新港店を回って全然拾えませんでした。昨日絞った 5,6 店舗 2,3 周して今この状況なんですけど、まだ行ってない店舗の中で気になる店舗があって、それは森永系列なんですよね。森永草むた店、ここが結構設置台数があって気になる店舗だったんですよね。まあ、やることもないし見に行ってみようかと。まあ稼働率をね、今日見たところ非常にちょうどいいですし、ライバルというライバルも少ないイメージで、そんな中で1台見つけました。笑うセールスマン絶賞の当日362ゲーム、杖で384ゲーム。一応ね、全体的に見た感じバラエティーコーナーは杖傾向が高いのかなと思って、初メダルも作りたいですし、打っていこうかと思います。はい、ということで今セールスマン絶賞を打ってきました。投資が2000円の回収425枚、ざっとプラス5000円ぐらいかな。400のゾーンで当たりました。で、他に打てる台がないか、終わった後すぐ確認したんですけど、また同じ笑うセールスマン絶賞の当日255ゲーム、強気で404ゲームで、あと末かリセかっていうことなんですけど、僕がパッと見今日店内を見て6号機でリセット据え置き確認できる台を7、8台見たんですけど、全部00の台でユリクカランプついてて、メインどころの絆2に関してもランプがついていると。こんなに強気の台が多い中、笑うセールスマン絶賞をリセットかけるかって言われたら僕はかけないと思うので、ほぼほぼ据え置きだと思って、据え置きの404ゲーム、チャメダルも425枚できたので、期待値、まあ、結構2000以上あると思うんで打っていきたいと思います。忠告を。
はい、ということで今セールスマン絶賞、結果が投資が46枚、回収が124枚でプラス78枚と、また400のゾーンそのままで当たりました。パチンコの方も今見て回ってて気になる台がありました。スエリセはちょっと今のところ分かんない。で1台ね、冬ソナが185回転ぐらい回って残り490で出てるんで、冬ソナはリセ、あ、据え置きっていうのは分かって、北斗無双はね全部回されてて、分かんないんですけど、そんな中気になった台が、とあるのね、当日236回転の前日が、585回転やめの台、据え置きで828回転と、どっちかだったら多分ね据え傾向高いと思うんですよ。でも確実に据えっていう断言できる根拠はないので分かんないんですけど、821回転なんで、最悪でも、30あと30回転ちょい回せば据え置きならカウントダウン出てくると思うんで、リスクはねないと思います。最悪30回転ちょいでやめれるんでリスクも少ないし、もし据え置きだった場合の期待値クソでかいんで、とりあえず確認の意味も込めて、打ちたいと思います。いや据えやろ、これもろたのさすがに。はい、ということで今とある打ってきました。結果から言うと、おそらくリセットなのかな。杖で859回転ぐらいまで回したんですけど、残り100が出てこなかったので、マジか、予想外っすね。この店に関してはハマってる台はラムクにかけたりするのかなっていう感じですね。なんで固くなにハマ、酔い越しで狙うことはできないかなっていうイメージです。なんでパチンコを U タイム狙いする際は結構慎重にやっていきたいなと思います。もうちょっとねここの店舗を見て結構厳しくなったら、別の店舗に移動したいと思います。はい、先ほどマルハン鹿児島新港店さんで安値で売ってきて、投資3000円、回収が805枚、ざっとプラスが1万1000か1万2000円ぐらいっ
て、時間がもう今ちょっと10時過ぎで、まあほとんど閉店チェックっていう形になると思うんで、1台サラバン2の450ゲームがあったんで、まあ明日何もなければうちに来ようかなと思ってます。もう時間が時間なので稼働は終了して、閉店チェックをしようかと思ってたんですけど、ワンダーランドはもうほぼリセットなので見に行かなくていいとして、 TMAX や何日新鋭店などの閉店チェックはちょっと距離がね遠くて見に行けないので、ネットで見れる範囲で確認しようかと思います。森永天文館店さんと何日本店、ガチャポン天文館千日店さんがあるんで、そこは直接見に行きたいと思います。旅打ち企画16日目の稼働は以上です。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日の稼働報告と明日の予定を話していこうかと思います。とりあえず今日の収支から4台売って、セールスマンの絶賞末384ゲーム、投資が2000円の回収予約25枚、ざっくりプラス5000円ぐらい、セールスマンの絶賞の末404ゲーム、投資46枚の回収124枚でプラス78枚、とあるの、これは理説に分からなかったんですけど、強くやった場合期待したかったので確認の意を超えて打ちました。投資が2000円で回収0玉ということで、ラムクリだったためやめました。最後が吉宗の255ゲーム、投資3000円、回収805枚、4台の、合計収支っていうのがざっくり、プラス17500円ぐらいです。で、今日の反省点としては、ちょっと店舗移動が多すぎたかなっていう感じで、ワンダーランド鹿児島新鋭店に関しては機種構成があまり良くなくて、天井狙いゾーン狙いのメインとなるのが絆2と南国育ちになると思うんですよね。あんまり行かなくてもいいのかなと思いました。森永総務店に関しては、鹿児島で行ったホールの中で一番甘いと思いました。で、明日朝からの動きとしては、朝から行ける店舗っていうのが TMAX 1000店、今日特定日で南国高設定っぽい台が2台、ほぼ確実というのが2台あって、この2台は税置きリセットでもどちらでも打てるっていうことで、朝から行けるかなと思いました。で、あと天外四次郎店に絆2の1461ゲーム、刑事 V の423ゲーム、北斗無双3が622回転やめ、リセ数が確実に今日、分かんないんですけど、まあ末だった場合打てるかなと。あと森永総務田店にサラバンの450ゲーム、この3店舗いけるかなと思って、どこの店舗にしようかなって考えたんですけど、明日は TMAX 新鋭店の南国を朝から並んで打ちに行こうかなと思ってます。で、もし座らなかったら、そこで天外四次郎店に移動して修正確認をして押さえて打っていこうかなと思います。はい、ということで旅打ち企画16日目の報告、明日の予定以上になります。お疲れ様でした。寝ます。